今週も始まりました、ラフスパイスのどこでもラジオ、ラフスパイスの本田東子です。同じくラフスパイスの高橋直人です。この番組はお笑いコンビラフスパイスのラジオで、ラジオの前の皆様参加型となっております。この番組は生放送ですが、皆様からのメール、ファックス、ツイート、 LINE アットへの投稿など随時募集しております。はい、ファックス番号が 011-867-8383、 メールアドレスが withs@830.fmwith-s@830.fm、 懸命にラフスパイスのどこでもラジオと書いて送ってください。質問、曲のリクエスト、お題への回答などどんなものでもお待ちしております。そしてツイッターのハッシュタグはラフスパラジオでつぶやいてくださいね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、1ハゼ、2ハゼ、3ナスビ。ハゼ。本当に今年もいい年が迎えられて、はい、は、よかったと思います。は、え、何？ハゼって何？魚のハゼ。さあ、ということで、今週はなんとドアタマからゲストにリベンジ出演を、リベンジしていただいております。ご紹介しましょう、はい、ロビーさんです。イエイエイエイ、もっともっともっと、いらっしゃい、いらっしゃい、もう大丈夫です。そんなに生音もさ美しい拍手じゃないから、パラパラだから、まあまあまあね、どうも、札幌のバンド狂い、ただの音楽ファン、ロビーです。どういうことですか？えそれ何、突っ込んだ方がいい？いや、突っ込みは一切いらない、はい、真面目にね、今日は真面目な日、あ、ね、あのリベンジなんで。そうですね、15分前に来てるから、うん、こう見えて、まあ、札幌のバンドマンの中でも、はい、まあ、一番お笑い志向が強い、出た、うん、コミックバンド、コミックバンド、コミック、15分早く来なきゃよかったな。コミックベースのうんうん、うん、コミックベーシストの、うん、コミックベーシストロビーさんが今日来ていただいたんで、まあ、前回はね、うん、ちょっとあのいろいろな連絡事項の絡みで、うん、去年は、はい、大変ご迷惑をおかけしまして、はい、あな、ね、40分35分ぐらい、うん、ちょっとね、予定より早く着いたんですけど、うん、まあ、それでも冒頭から出るっていうあの夢が夢叶わなかったですよね。まあ、そうですね、うん、なので今日はドアタマから出演して、うん、はい、していただいて、もういろんなことをね、ちょっとロビーさんにお伺い立てながら、お伺い立てながら、そうそうそう、お伺い立てながら、はい、いやだって札幌のコミックバンドの、うん、コミックバンドじゃないから僕個人を なじるのはいいけどバンド全体をコミックバンドと言われるとさすがに僕はいいけど、そう、ロビーはどうかなみたいなところあるから、そうね、ダメですよ。そう、そりゃそうだね。僕はいいんだよ。先日ね、あのバンドの会場でお会いしたんですけど、はいはい、全然もう絶対いじったらタコ並みにされちゃうやつだから。え、そうなの？言えないんですけど。それも違うけど。それもまた逆に良くないんだよな。印象が。コミックベース。コミックベース。ロビーさんが来ていただいたので、今日とてもあのお笑いを充実化させた、うん、こう放送になるんじゃないかなと。おー、楽しみですね、これは。そうですね。今日はバリバリお笑いとは芸術。そうですね、前回直人さんが、うん、過去の尖った直人さんが言ってた名言を、うん、ちょっとあれの意味を今日は聞きに来たっていうところがあってちょっとお笑いとは芸術だろうちょっとどの時の発言のことは私分かんないですけどいや、言ってた、まあまあまあ、とりあえずは、ね、話は聞きたいと思いますが、まあ、ちょっとオープニングはね、その濃厚な時間を詰めるにはまだ早いですね、ちょっと、うん、まだ朝入りですから、はい、ここからどん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 あの時間が経つにつれて深入りに変わっていくんで、うん、そこまでもうちょっと温め続けたいなと思うんですけど、私あのついに買いまして、コーヒー、いきなり話題変わりました。話題変わってない、変わってない、変わってない、うん、何を叫びの段階で1ハゼ2ハゼ3ナスビって言ってますから。ハゼとは、うん、ハゼとはあ、ハゼとはコーヒー豆を切った時に、うんうん、ハゼる、そう、ハゼるって言ってこう皮がポンポンって弾けて剥けてくるんですねその第一段階の1ハゼっていうのが、うん、まあ中入り、浅入りから中入りぐらいの入り口みたいな感じ、うんうん、で中入りから深入りぐらいの入り口になってくると2ハゼ目っていうのが、あ、そうなんだ、大体それと、まあ、色味を目安にして、うん、まあ、コーヒーっていうのはいられるんですけど、はい、私その、まあ、コーヒーの機材を買いまして、うん、機材、そう、ずっと欲しかった、自分で木豆を行って、うん、こう好きなローストにしてね、うん、コーヒー豆にしたいっていうのをやりたかったんですけど、うん、やっとね、あ、うん、これめちゃめちゃいいじゃんっていう機械を手に入れまして、もともとクラファンで作られた機械なんだけど、うん、今は普通にあの楽天とかアマゾンとか市販されてる全自動のいる機械があるんですよ、はい、手でやるとさ、うん、こう手でこうやってやってるのもいいんだけど、
検証になっちゃうからねうんうん、あとくる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 ロースター式に回すってやつもあるんだけど、はい、ああいうの基本にカセットコンロなんですよ基本的に。で結構大変だし、パラパラ弾けるとその弾いた豆の皮が弾け飛んで汚れるわけですよ、その辺が。へー、すごい量汚れるんです。そんなに。そうとかなんかいろいろ調べてったら、全自動の機械っていうのがいくつかあって、うん、その中でも、まあ、2万円しないぐらい、うんうん、で買えるやつがあったから、で 100g ぐらい入れるから、うん、買って、うん、で木豆はあのちょっと知り合いのね、はい、人がおすすめする木豆屋さんっていうのがあるんだけど、うん、インターネットの世界で、うん、そこのショコラブレンドっていうのを買って、俺の求めるそのカカオのような香りのね、はい、コーヒーっていうのをずっと追い求めてて、へ、唯一俺の中で飲めそれが飲めるなっていうのが森彦のアイスコーヒーか、あとゾラさんで出してるアイスコーヒーのブレンドはかなりそこに近い。あ、だからあんなにも足しげくいくんですね。そう、へえ。多分いろんなお店あるからあれなんだけど、俺が好きなのがアイスコーヒーっていうのが問題なんだよね。問題だ。ホットは割とあるところがあるんですか。そのホットはそんなこだわりがない。ああ、あとホットだとモカとか、うん、そのブレンドによって全然香り変わっちゃうけど、ホットは飲みたくない。うん、アイスコーヒーを飲みたい。この時期でも。うん。へえ。あの季節問わず。1年間アイスコーヒー。冷凍冷凍で。アイスが好きなの。キャンプ。あ、ごめんなさい。話はあるんですけど、クラファンでその製品化されたっていうそのアイテムは、うん、もうじゃあ流通のレベルまで至る、まあ、もうしっかり製品化されたものってことなんですか。あ、そうそうそう、もう製品化ちゃんとされてて、で1回目 の, そのクラファンで作られたやつの第2弾、うん、バージョン2みたいのが、うん、アップデートしたものなんですね。そう、それは良さそうだな。で結構細かくその風量とか調整したり、それ熱風式なんだけど、うん、風量調整したり温度を調整して、うんうん、あと何分っていうのも1秒単位で刻めるんでね。へえ。で入り終わると6分間風を当てて、はい、コーヒー豆から熱を取るっていう機能まで全部備わって、うん、かつそのはぜた皮が茶封っていうんだけど、うんうん、その茶封を受ける場所もちゃんとあるから汚れないし、ほとんど汚れない、うん、若干ね細かいのはやっぱ出ちゃうけど、うん、まあ、そんなのは気にするレベルじゃないから。でそれで買ってさ、うん、実際に木豆ね、全然何の香りもしない、はいはい、木豆をいったら、うん、すっごいね、すっごい香りいいね。へえ。なんだろうね、もう部屋中臭いぐらい。あ、もはや。うん、一回そのいると。でも行ってる間に出てくる、うん、もう明らかに俺はカカオ、あれこれチョコレートで溶かしてた、湯煎してます誰かみたいなぐらいのカカオの香りするの。多分それ藤岡弘ですね。どういうことですか？藤岡弘？うん。いや、あの東子さんが。退屈そうだからいやこの話長いのかなと思って、だから藤岡弘は5時間6時間かけてコーヒー入れるで有名だから、その直人さんのその効率を最重視したそれと真逆の人なんですよね。で腱鞘炎ってさっき話あったけど、藤岡弘はそのために武道をやってるんだなって思いました。まあそうだね、腱鞘炎対策で。俺ちょっとそこまでの熱意がないから。やっぱり、うんうんうん、まあでもその自分の好きな香りと味になるようにって、うん、まあ試しに買ってみて、うん、で基本が分かんないからさ、うん、結局世の中のコーヒーって基本ブレンドしか存在しないのよ、うん、コーヒー好きのお店とか行ったらストレートって言って、うん、何もブレンドしてない、うんうん、豆そのままの、あの品種、例えば、うん、なんだろうね、ブラジルのどこどこの何々みたいな、うん、あんだけどやっぱりストレートって美味しくないんだって。へえ、そうなの。あの癖がやっぱりその豆ごとにあって、うん、その癖の方が際立っちゃうから、うん、どんなに頑張ってもやっぱりブレンドに勝てなくて、なんだかんだそのみんなが飲んでるブレンドが一番飲みやすくて美味しい、うん、なんかよくメニューであるチチモンジャロとかも、うん、あれストレートキリマンジャロかな。ああ、なるほど、よくわかったね。まあまあでも父も命がけだったね。ジャロもそうだね、はい、うん、ちょっと時間早かったんでまだちょっと冒険だったんですけど、うん、父もんじゃろちょっと早い、藤岡弘もね、うん、父もんじゃろ違ういいなって言わないです、ね、5時間ぐらい言わないです。武道にまっすぐにしてずっと言わないですあのキリマンジャロも多分ストレートで飲むと、うん、酸味とかが強いとか多分、うん、でもキリマンジャロの豆自体がねバランスがいいの、めちゃめちゃ、うん、苦味酸味甘み、うんうんうん、全部がもう星5つみたいな、うん、五角形が綺麗にできるみたいな豆だから重宝されるんだけど、ロケット型というか、
ロケット型、ロケット型は全然バランスよくないよね。ロケットってこうなってるからね、話聞こうね、まずね、うん、お椀型、お椀型、お椀型じゃない、うん、おっぱいから離れなさいよそういうのがあるからまあブレンドするんだけど、うんうん、まあ、試しにその自分でストレートの豆だけを買って、うんうん、それとは別にお店のおすすめブレンドを 100g だけ買って、うんうん、その 100g だけブレンドのやつをいった時の香りと、うんうん、自分で買ってきたやつをちょっと混ぜてやった時の香り全然違うんだよ、うんうん、やっぱお店の人はやっぱり知識がめちゃめちゃ、知識って経験値か、うんうんうん、豊富なんだなって改めて思わされて、うんうん、ちょっと自信喪失しましたね。まあでもあれですよ、あの話を最初に話そうと思ってた話なんですけど、それこそ、うん、あの去年の12月28日のイベントはお世話になりました、うん、お世話になりました、はい、あの時に出してもらったコーヒーゼリーは美味しかったな。ありがとうございます。 あのね、ちょっとね、これ後でいい、ん、後で話していい、今もう曲行かなきゃいけない。ああ、ね、いいですよ、うん、もちろんもちろん。タイミング的に。すいません。タイミング悪いわ。申し訳ない。いきなりダメだ。ああ、なんか尖ってるわ。今日尖ってるわ、なんか。尖ってるな。ハゼハゼ。今週もお送りしていきます。はい、ゲストはロビーさんに登場していただきましたので、はい、この後コーヒーゼリーの話ね、またちょっとだけ話したいと思います。コーヒーゼリー引っ張れるのかな、今度。では、曲いきましょう。AKB48 で恋するフォーチュンクッキー。はい、このコーナーは、トレンド、今流行っていること、ものなどをご紹介するコーナーです。やっぱりこの曲かけたらこうなっちゃうね。そうだね、うんうん、この曲かけたらこうなっちゃうんですね。ダメですね、前回のね、コーナーの曲ですからね。これが本当のトレンドの、トレンドらしい、こう今話題のね、うん、YouTube の BGM のように流れるような曲を選曲して、はい、今流しますけれども、うん、トレンドね、はい、今流行りの、まあ、こういうの流行ってますよとか、昔こういうのこの時代流行ってたよね、こういう時期みたいなとかをいろいろこうお話しするようなコーナーなんですが、ちょっと今週も、おすすめしたいコーナーがあります。あ、コーナーじゃないや、トレンドがありまして、はい、これちょっと超びっくりしたんですけども、今日ご紹介するトレンドはこちら、ギャオギャオ、ご存知？あ、僕に聞いてます？いや、みんなに聞いてる。ああ、いいんですか、僕のあの彼の、彼の紹介とか。あ、俊介の、はい、俊介の紹介は大丈夫、ふわっと入ってきてくれるから。うん、あ、そうなんですね。大丈夫です。大丈夫です。マイクオンじゃないから今。あ、オンにしました。あのギャオ、ギャオ、うん、あのギャオですか。そう、あの動画配信サービスのギャオ、はいはい、まあ言うたらギャオなんて老舗の老舗じゃない、うん、ニコ動が始まった前後ぐらい、だから YouTube と、まあ、先駆けではないんだけど、うん、まあ、割と結構早く日本で動画配信サービスを始めて、うん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 、かつ無料でね、はい、CM 付きで見れるよっていうのが始まったこのギャオなんですけど、うんはい、実は今年の冬3月31日にサービス終了します、うん、あら、ついに？ついに。あら、だから木村さんとか木梨の会とかさ、うんうんうん、有名なギャオのね、ギャオの番組でしたね、あるじゃない、うん、なくなっちゃうんですよ、まあ、ギャオがなくなるって話が多分なくなるとは思うんだけど、うん、まあ、あとはそのギャオで購入してる動画系とかも、うんうんうん、いついつまでしか見れませんよっていうもう告知をもされてて、すごい唐突に、うん、そうだね、この間、うん、先週今週ぐらいにね、いきなりツイッターに情報回ってきて、私も結構利用してたのでね、俺もショッキングです。木梨の会見るの好きだったから、うん、え、木梨の会なくなるのかっていうちょっとショックがあったり、あと木村さんも結構面白くてね、見てたりしてたんですけど、うん、もうギャオがね、うん、終わっちゃうっていうのがトレンドになってるんです今。あら、そうなんですか、うん、なるほど。がギャオに思い入れはないけど、うん、今日税務署に用事があって行ったんですけど、うん、その道中でよく通ってたツタヤが、うん、12月で潰れたんですよね、うん、その跡地を見て寂しくなりました、ね、うん、ギャオ、ギャオって言わせて。すごい今なんかギャオって言えるようなさ話題をこう持ってくるとこじゃん 今ちょっと期待してね、ごめんなさい、振りじゃなくてね、これしかも、あ、フリじゃない、フリじゃなかった、あ、フリじゃない、だからそのサブスクとかさ、うん、要は YouTube だったりそうですけど、うん、そういうシステムに淘汰されていくもの、
のファンも必ずいるのにっていうところです、うんうん、少数派でも、うん、ただ捨てられていくんだなっていう、そうだね、ギアをっていう感じですね、うん、感じですね、じゃない、そしてね、あのねマイクそんな近くなくてもね届いてるからいや僕あの札幌一腹式呼吸ができないベーシストなんですよ、だから声が全然届かない、腹式とかいらないんでこっちであのボリュームある程度やるんで、いや劇団員だから腹式中なんじゃないですか今、近づくと前回もそうなんですけど近づくと音入んないし、うん、あのアーカイブ用のカメラであなたの声ほとんど入んないですよ、ああそうそうなんで普通に喋ってくれればなるほど、あバッチリバッチリベースね、分かりました、やっぱり弾くときのね、この腹式がね、腹式が、うん、筋肉、腹筋がね、腹筋が、うん、トレンドですね、今聞いて、そう、ギャオがね、今トレンドになってまして、ね、そうなんだ、うん、ちょっと寂しいですよね、なんか、ねうん、なくなるとは思ってなかったじゃない、うん、なんかね、潤ってたじゃん、言ったら、今、旬なタレントさんとか、要は、木梨憲武とかさ、うん木村拓哉なんてさ、言ったら、うん、もう大御所の世代じゃん、うん、そういう人たちを起用するぐらいだから、うんまあ、結構潤ってるね、うん、あれなのかなと思ったら、うん、まあ辞めちゃう理由はそのお金の問題じゃないんだろうけど、うんまあ、ギャオとして継続する必要性がないかなんかをね判断したんでしょ、うん、これが新しい作品に変わるのか、何なのかは全然わかんないですけど、ちょ待てよってね、うん、ですねあのそうね、うん、キムタクは超待てる言うけど、ギャオでは言わなかったな、ギャオの営業終了に対しての超待てる、やっぱ今こそじゃないかなキムタクが言うべきは、今こそ、そうだね、まあタイミング的に言ってほしいよね、運営に、うん、株主と、そうね、超待てよって、うんうん、言ってほしい、俺が株買うよぐらい言ってほしい、マイクが、そう、ね、そう、ちょっとマイクね、近いんでマイクが悪いな、これ、マイクが、マイクが、で、見逃し配信は TVer で見れるようになるらしい、うんうんうん、のでまあだからちょっとね追っかける番組とかはある程度、うん、見れるとちょうるさいな喋ってたらねえハプニングハプニングなのイレギュラーイレギュラー、うん、今やらんでもね気になっちゃってなんか後で立て付けが後で やらせてあげるから十分、いや10時に帰りますもんねいや10時に俺らも帰るんだ、うん、帰るいやだやだ残業やだ、いや残業させない残業してセッティングやだ、残業させセッティングさせないから座った後にやだ、次いつ呼ばれるか分かんないし、何のセッティングするつもりで来たの今日、今椅子のセッティングで音鳴っちゃったんですよ、コメディーベーシストなんだからちょっとまだベース弾くまではコメディー要素出さないでくれる、どういうことベース弾いてくれるのいや今日弾く、僕は28日コメディーしてましたステージでさっきなんかいじっちゃいけないとか言ってたくせにどっちなんだろうな、いややっぱり音楽をね、うん、やっぱちゃんとやってる時のことをいじらないですよそれはもう新鮮なる領域ですから、ベース持ってくればいいじゃないけど、一回もステージ降りたらもうただのコメディアンベーシストそれはちょっと最後まで撮っといていただかないと、うん、今じゃない、ごめんなさい、ちょっと素人なもんで、うん、そうね、今トレンドっていうコーナーの永遠の素人なんで、はい、永遠の素人だ、いやいいんですけど、素人ナンバーワン目指してる、何のことですかそれ、ナンバーワン素人、ナンバーワン素人なんかいろいろねメディアが騒ぐよそれ、藤岡弘会の素人みたいな、もう藤岡弘いいよ、もうコーヒーの話題終わったんだからいやコーヒーゼリーだって引っ張ったじゃないですか、あコーヒーなのにそれ明けで言わなかったから確かに忘れてたと思って、あそこにそれを喋りたかったのね、はい、そうコーヒーゼリー別に僕は喋りたくないよ喋りたがってたから、中本さんが全然時間足りねえわとか言ってたから、いや足りないわ全然、ね、もっとコーヒーをいるっていうのはこういうことだよっていうのを喋りたかったけど、うんうん、それ喋ったらちょっとねなんか藤岡弘の話また入ってきちゃうからうんうん、うん、いや藤岡弘は今日いいですわってちょっとシャッター下ろしただけでね、うん、藤岡弘がいい日いいんだよ藤岡弘は毎日必要でしょ藤岡弘今日はいいとかないっすよ、いいあの人今も生きてんだから、いや生きてるけど藤岡弘はこの誰かのために、はい、誰かのためにね5時間かけてコーヒー入れてんすよ今、うん、入れてんだけど自分のためだけどね、うん、きっと俺その藤岡弘の話したいわけじゃないの今日、今日トレンドあと30分ですよだって、うん、もうあと30分、そうあと30分しかないところに藤岡弘めちゃめちゃぶち込んできてんのよどんだけ藤岡弘っていうのを分け取られてるか怒ってる怒ってる怖い怖い、まあ、コーヒーゼリーそのイベントを、ね、出させていただいて、はい、出店させていただいて、うん、コーヒーゼリーはね
あの残念ながら一つも売れなかったんで。あ、そうなの。あ、嘘。いや、嘘だ。僕買ったじゃん。買ってくれた。私は買ったが。そうそう、あれ？身内はね、身内というか知り合いは買ってくれてるけど、はい、あ、そういうことか。知らない、他の知らない方に、うん、やっぱり買っていただくにはちょっとインパクトが弱かったみたいで。そうなんですね。へえ。やっぱコーヒーゼリーが好きっていうのも結構ね、コアみたい。そうか、そうかね。そうか。なんかその、なんだろうね、カップの買うの好きだよとか、有名なコーヒーゼリーは好きだよだけど、あそこにコーヒーゼリー、あ、ここにコーヒーゼリーで手を伸ばしたいのかって言ったらそうじゃないけどね。確かにね。まあね、かといって嫌いってレベルの人はいないですよね、コーヒーゼリーを、うん、あれ嫌いなんだよねって人聞いたことはないですよね。じゃないけどそこまで手が伸びないっていうことだったんだよね。需要、うん、確かにね。で、前回そのコーヒーゼリーちょっと固めに作りすぎちゃってね、もうちょっと柔らかめでもよかったかなと思いつつも、うん、でも味はちょっと次の話題いきますね、うん、そうですね、うん、何これいや、どういうこといいよ、次の自分からコーヒーゼリーの話に戻すという。いや、もう30分だから喋、うん、ったら喋ったりで藤岡弘が何なのって言って、うん、もう30分だからじゃないよ。何言ってるの君はさっきから。だからベース弾くまではコメディ要素を排除しなさいって言ってるのに。いや、それがいまいちピンときてなくて。そうなると僕はステージ上でコメディやんなきゃいけなくなるから一番ダメなんですよね、それ。だからダメだ、一番クビだろうな。怒られちゃう、うん、1回で。あ、そっか、それダメだね。ダメですね。それダメ、それやめよう。じゃあちょっと この後ね、うん、あのちゃんとコメディ予想で喋るところを設けてるんで、うん、マジっすか、うん、それはやだな。設けてる。それはそれでジャブジャブ喋ってもらうから大変だね。大変ですね。まあでもその今日のトレンドに関してはあの、はい、ギャオのお話をちょっとしたかっただけなの で、うん、そうですね。まあ、今のうちにギャオアーカイブ残ってるものとか、あとギャオだからこそやってる無料の映画とかもたくさんね、うんうん、流れてるんで、ちょっとこの今の時期にギャオ見尽くした方がいいと思いますね。入会しよう、うん、入会とかないね、ギャオね。ギャオ無料で見れるんで、うん、入会とかないんですよ。そうなんですか。そうなんです。調べたら見れるんですか。じゃあただただもうギャオって調べたら、ギャオで、うん、どっちかというとギャオって驚いたら見れるかもしれないね。ああ、今言ったんだけどな、タイミングなんだろうな、これも。タイミングだね。今言ったんですけどね。うん、ちょっと早い、ね。ちょマイク近すぎたんだろうね。マイクも近いし、急ぎ足すぎるね。キャッチボールしてから。よく言われます。ギャオって言わないといけないね、はい。キャッチボールできないねってよく言われます。キャッチボールできない。それはね、あの本当にね、問題ですよ、これは。放送外で喋りたい、そこは。放送外なの？放送外で喋りたいところ、それ。ないですけど。で、そうなんですよ、アフターで。まあ、これ、もう放送でちゃんと言うから、うん、あのちょっと冗談めかしてね。はい。めかしてね。冗談めかしていい。言うけど、あの、LINE のメッセージの送られ方が、うん、特殊すぎて。え？わかんない。俺はそういう世代を生きてないから。うん、マジっすか。これ普通の文章なのよ。例えば、ね、うんうん、お疲れ様です。うん、で、何々の件、こうこうこうで、こういう感じで。じゃない。んおつです。入り口はいいでしょ。入り口は問題じゃなくないですか。世代とか文化とかじゃないじゃん。もうなんかね、もうパッションで送ってくるから。うん、これ、こんな感じで、こうっす。やっぱりなんか俺がそういう感じで見えてる。うん、なるほどな。課題ですわ。全てにおいてそのすれ違いが起きてます、最近。みんなそうだよね、はい、伝わらない、こっちの気持ちが伝わらない、いるだろうなって、うん、そうなんだ、うん、詳細なあの指示とかはないんだ。なんかあ、指示がないわけじゃないけど、うん、それを聞きに行く手間も考えたいよねとか、うん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 、まあ、だからなんかそのコミュニケーションツールの使い方がちょっと、うん、あの日常会話寄りすぎるっていうね。ああ、なるほど。うん、おです、俺あの件あれお願いします。あ、もう喋ってるかのような感じで来るから。ああ、そういうことですね。何の話だっけ。はい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 。ああ、これね、ああ、うん、これはあのは、まあ、はあ、そっか。僕はもう本当に LINE とかはもう全部あのちゃんとイベント用のやつとかはグループ LINE とかは、うん、あのちゃんと必要な情報を業務的に載っけますよ、そりゃ。そうそうそう、そう、うん、でもなんか個人のやり取りってなると割と僕会話だっていう認識でいるんですよね。そうね。だからできれば電話がいいんですよ、一番は。いつだって、まあまあまあ電話がね、一番早いから、できればね、パッションも伝わるし、うん、で文章って何も伝わらないのも分かったんですよ、うん、だから端的にしてるんですよ、あえてあれでも。
端的、そうだね、端的するポイントがちょっと違うのかもしれない、うんうん、そこはでももう、うん、あの放送外で外でもったいないですね、あと26分しかないから、うん、ちょっとネタにするには惜しいんでまだ、うん、なるほど、まだ温めたい部分もね、うん、たくさんあるからちょっと今日はここで一回曲を挟んで、はい、ね、今日のコーナー、うん、真髄に迫りたいと思います。そうですね、あーベーシスト、うん、コメディアンベーシストの裏を暴く、お話をしていこうと思いますんで、ちょっと一曲、箸休めに聞きたいと思いますので、今日もありがとうございました。まだ終わんねえんだよ、まだ終わんねえの、まだベース弾くなってコメディベース弾くなってだから、さあ曲いきましょう、アブリル・ラビンでスケーターボール。これはもうネタとして、ネタとして今コーナーはロビーさんが、あ、そうだね、言うんだっけ、何でしたっけ、何でしたっけ、僕が言う、僕が言うテーマ、フリテーマの名前なんでしょ、お笑いの真髄もう一個ジングル挟むよ。トクン9出してあげて。世界平和え、大丈夫今日なんかさっきの俺がさ、 LINE の、うん、なんかロビーとの LINE のやりとりの話をちょっとさ、うん、言ってからさ、なんかメンタルズタボロになっちゃってるんだけど大丈夫、今日やってみる。いやだから僕はさっきの今日もありがとうございましたで業務終わってんですよ。もういやいや終わってないから心の中でここからベース弾いてくれないと、うん、そっか、だってもう僕今言われたテーマ飛びましたからね、うん、そうだよ、やばいっすよ、世界平和じゃないなのに世界平和って出てきたんですよ自然と、うん、あれなんだっけ今あれ、あ、そうだ、お笑いの真相、だから近いのマイク、あ、ごめん、お笑いのなんだっけ、うん、真髄、お笑いの真髄、お笑いの真髄ですよ。そうなんか、うん、あの今日来てね、あのまあ、ちょっとだけ5分ぐらい軽く談笑的な打ち合わせ的なのはね、うんうん、ざっくりやったらなんかそういうのを話したいって、うん、やっぱりコメディアンベーシストのロビーが言うもんだから、はい、そこはちょっと、ね、ロビーのお笑い理論はてちょっと話聞いていきたいなって思うんです、うんうん、あれ、うん、あの5分間そんな話だっけ、やっぱかっこよく弾くベースとさ、うん、面白く弾くベースって違うと思うね。なるほど、うんうん、でそういうところの理論から全部聞きたいね、うん、ベースってこう使うとめちゃめちゃお客さん笑うんでねっていうね、あのだから花輪じゃないんよそう、ね、あの佐賀県を歌ってはいないんですよ私は、はい、あのベンベンしてないし、ベンベンしてない、髪型も違うじゃんにいやそう、ベースって言ったらでも花輪しかね、まあですね、笑いとベースの高次元な融合は彼しかいないですよね、うん、今のとこ、うん、どうなの、そのお笑いの話ちょっと本ネタに入るとして、はい、お笑いを、ちょっとこうテーマにしてみたかったね、理由があるじゃないですか、理由、うん、え、なんでそんなにへこんでるいやいやいや、もう頭回んなくてその LINE の文章を今後どうしていこうかな気にしないの今切り替えて、頑張って切り替えて、しょうがないんだからいや仕事なんだもん、だって僕からしたらそれ仕事内容のディスだから、ディスというか指摘だから、それはもうまずいなって思っちゃって、このちゃんと話してあげるからはいはいはい、ごめんなさい、切り替えますね、はい、どうなんでしたっけ、お笑いが好きってね、お笑いが、まあ、好きですよ、好きとしか言ってないですけどね、うん、逆にだからなんでこんなそれでテーマにされるんだろうと思って焦ってますけども、いやいや、でもお笑い見るのが好きです私は。そうそう、見る中でそのどういう色が好き で、うん、でなんでそういうお笑いが好きなんだろうみたいな、あやっぱ分析あるじゃないですか、ああ、うん、はい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 、なんでですか、自分の好みの話ですか、完全に、あ、もう、うん、もちろんもちろん、お笑いは好みですか、なんでしょうね、うん、元々が爆笑オンエアバトルをすごい見てたんですよ、あ中学ぐらいか、世代だ、まあ、家族の影響で、うん、
でそこで当時のタカ&トシとかまだ売れる前のタカトシめっちゃ尖ってた頃の、うん、笑いは芸術だよって言ってた頃のタカトシとかを見てて、でアンタッチャブルのザキヤマもキャラ変する前から見てたりとかしてて、懐かしいね。で漫才めっちゃ面白いなってなったんですよ、うん、であのめちゃイケとかの世代なんですよね、うんうんうん、僕は平成育ちなんで、うん、であの頃のバラエティって体も張ってて面白かったけど、うん、結構こう学校でも真似する、うん、ねみんなでとかそういう楽しみもあったりしたけど、うん、そのメジャーな時間帯にやってるそれよりはどっちかというと夜のオンバトの漫才とかを見てる方が楽しかったんですが、あ、まあ、個人、うん、自分はですけど、うん、すごいあの空想妄想の癖が強いタイプなんで、想像力豊かなんですね、うん、人より多分、うん、で漫才しているとなんかその情景が浮かんでくるんですよ、まあ、漫才コントでも何でもいいんですけど、まあ、漫才コントじゃなくてもね、まあ、分かりやすく言うと笑い飯とか、うんうんうん、もうなんかずキャラクター出てくるじゃないですか、みんなの頭に、うん、鳥人間ってこんなかなみたいなとかで、やってるあの人たちもそれがあるんですよね、自分たちの中に、うんうんうん、見えない無形のものがあってそれを笑いに変えてるから、うん、すごいなって。でコントはやっぱりその物とか使うから、うん、視覚的な面白さが必要になってくるけど、うんうん、漫才って声だけでもね、ラジオとかで聞いてても楽しいし、うん、べしゃりですよ要は、うん、かな全く見切り発車で常に喋るからこうなるんですよ、ね、うん、ちょっとまとまってないのがね、まとまってない、うん、え、何、まあ、漫才が好き、漫才、漫才が好きですね、喋りネタが、トークネタが好きなんだ。じゃあどっちかというと、なるほどね。あ、うん、でもとはいって革新、革命的なものも好きなんですよ。ちょっとこうなんか今までのその様式美をぶっ壊してる、うん、やばいやつもいるじゃないですか、うん、まあめちゃイケで言ったらエガちゃんわけですよ要は。ああそうね、そうね、うん、完全ナンバーワンよりオンリーワン、うん、で、まあ、ハリウッドザコシショウだったりとか、うん、最近で言ったら破壊枠ってあるじゃないですか、うん、破滅枠みたいな、そういう人も好きだし、もう徹底的なお笑いファンっていうことだね。いやそんなそんな恐れ多いやその辺まで好きっていうのは、うん、結構お笑い好きだと思うよ。でも実際ライブに見に行ったの2、3回ですからね。ライブ見に行くのが好きなのだったら結構そう思う。札幌の、うん、そういうことあのスクランブルの、あ、札幌の若手吉本の、ね、うん、去年仲良くなった子たちのライブ見に行ったりとか、うん、天竺ネズミっていうコンビが好きなんで、うん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 、それを見に大阪に行ったりはしましたね。いや好きなんですよ、うん、めっちゃ好きじゃん。たまたまね、たまたま、それはなんかたまたま関西ま、本当にたまたま、それを目的で言ってないの。どうしてそんなに否定するのかね、その自分の行動を。いやいや否定はしてないけど、自分を裏付けるさ行動をしてるの、ね、違うんだって。いやでもこれは違う、これが怖いんだよな、こういうことが起きるよ。風俗が好きだけど、いや別に風俗好きじゃない、このお店を試したかっただけだ、うんうん、ちょっと気になったらちょっと行ってみただけみたいな。そう見える、うん、それは好きだよって、うん、それはだからその令和、平成から令和に変わるタイミングで僕はあの車でね、うん、大阪と京都にいたんですよその時。お、まあ、ちょっとしたデートで、うん、でその中で令和に切り替わって、うん、その初日かな最終日かな平成のどっちか忘れてましたけど、うん、そのタイミングでたまたまその大阪に行った時に、うん、お笑いのライブがあったので、うん、チケット買って見に行ったんですよ、うん、せっかくだしっつって、うん、めっちゃ面白かったですね。それ好きだよ、うん、好きだね、好き、いや好き好き好き全然好きよ、好きだけどもうなまら好きじゃんみたいな温度感違うんですよ。だからそのライブ、うん、それを見に行くために大阪行ったじゃないからっていうことだけ言いたかった。いやそれはでもさ、うん、ついで行ったから。でもさ、うん、ついでに行く場所じゃなくない、ついでに行くでしょ、うん、大阪本場の。いや来たらどうせだったら行きたいよ、それファンしか言わないから。へえー、うん、あ、まあ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 、いや、なんで雷門とかじゃないじゃん。なんで無料でさ、そうだけど、見れるみたいな。だって観光じゃないし、芸術だからお笑いは。だからお金をちゃんと払って、うん、その場所に見に行きたいのは、ちゃんとしたファンだよ、うん。その温度がね。いやファンですよ。
熱狂的ファンの温度とは違うけど、違う、カジュアルファンです、うん、だからこれファンです、ファンですよ、うん、ファンだったらファンですって俺行かないもんだ、ファンでしょ俺行かないもんだ、行こうや、うん、いや僕はあのそれで初体験フェチなんですよ、初体験体感フェチだから何でもやりたいんですよね、一回気になったら、でお客さんで見たことねえやと金払って、うん、っていうのもあって、あんなにテレビで見てきたけど、うん、生ライブってきっとうちもね、ライブを生業にして生きてるものとしては、うん、まあ、一番そのパッションだったりさ、うん、空気の振動が伝わるじゃないですか、ね、音だし声も、ね、おもろいね、だからね、うん、そんな気持ちですよ、だからついでに行ったし、うん、好きなことだし、うん、ライブ見たかったな、じゃあ行こうかっていうだけのあれですから、いやそれね、お笑いが特別そうじゃないよって感じ、俺全部に対して好きなの、うん、だから好きが多いんだろうねだから風俗っても同じこと、風俗行ったことがないのよ、言えるんだ、行ったことないんだ、これだけはちょっと試してみたいから、あそこちょっと気になるから、分かんない、そのナオトさんのその分かんない、そのナオトさんのその風俗のその感じ、あそこのお店行ってみたいなっていうのと多分同じ、うん、まあ同じ、まあでもうんでもないし、うんでもない、先から、うん、好きなの、好きなのね、好きだよね、俊介これは好きでいいよね、僕は共感派ですけどね、申し訳ないですけど、どっち俺行く派、行く派です、あ行く派、あほらほら振られなかったら、あここはオチとしてね、ずっとキープさせていこうかなと思ってたんですけど、うん、僕は共感派なので、あそう、振られたからちょっと話の腰がねちょっと折れちゃうんです、うん、いやいやいや、僕も大阪あの、うん、修学旅行で行った時に、うん、フラット吉本のほら行きましたよ、それは、ほら、観光地みたいな、それ同じ気持ちです、うん、その、うん、そうか、なんとなく、うん、行きたくなるっていうか、うん、ファンじゃないけど、うん、なんか別にお笑いがね、うん、めちゃくちゃ好きだっていう、そうだよ僕はないので、うん、でもあるなら行くよ、うん、あそれはそれでまた僕とは違うベクトルだな、そこはだってそんな好きじゃないのに、一緒でいいの、いやだって好きじゃないのに2対1の構図でいいの、僕はいやそんなわかんない、あの僕はそだってわかんない、そんな好きじゃないのにお金払っていくってすごくない？逆に俺は好きだからしかも金払っていくんですけど、好きなんだ、だから好きだって、好きですよ今ね、僕ね合わせに行ったんですよ、そうだよね、そんなに好きじゃないですよ、ああの僕いわゆる言っちゃうとキチ4が好きなんですよっていうぐらいのコアファンなんですよ、キチ4っていうヤバ痩せ枕のクッキーとタコシとズンイオと R やばいですねその4人のグループのキチ4っていうぐらいのコアファンを今隠したんですよでも出ちゃった結局出ちゃったけど、へえ、あそっか、何か歩み寄ったけど振られたもんね、逆に3-1-3なんか三者三様の三つどもえの戦いになっちゃったからお笑いとは真逆の構図になっていってますけどね、これはまあまあ笑い深いからね、深いっすね、うん、一言では語れないですね、語れないわ、うん、この派閥みたいのを決めるね、しっかりとしたラインがあるわけじゃないから、うん、うん、あれだけど、でもやっぱりコメディアンベーシストの中でやっぱ芯になるお笑い要素っていうのはあると思うのよ、うん、言うたら俺はもうドリフ、ああそういうこと、うん、はいはいはい、世代だったり、まあ、ベタが真髄のど真ん中だから、うんうんうん、そういう意味ではベタ以外を好むかって言ったらベタが基礎にあるちょっとこう外れたお笑いは好きだけど、うん、完全飛び道具みたいのはちょっと苦手、はいはいはい、で、そういうことか、そうそうそう、影響を受けた、お笑いを好きになった、そうだね、影響、あでもそれはやっぱりオンエアバトルですね、オンエアバトルで、そっからの花輪のネタ見て、花輪は飛ばしてましたよ、飛ばしてた、飛ばしてた、飛ばした、飛ばす、うわめちゃめちゃお前のネタさせベーン飛ばしてる、いやすっごい面白くなかったのすっごい面白くないんだもん個人的に、これ好みだから言うけど、ああまあまあまあ、まあ、別に笑わないから坂の歌で、難しいよねやっぱりあの、ね、ネタの要素ってね、うんうん、いやでも受けてるから、うん、あ俺はシュールなんだなって勝手に思ったんですよ、なんかその世の、うん、世とのズレってあるんですよ、うん、そのお笑い芸人が一番感じてると思うんですけど、うん、本人たちが、うんうん、だからその一発屋じゃないけどああいうネタ系は別に、うん、一周半して最近面白いんですよ、うん、なんか逆にね、うん、突き抜けてて面白いんですけど成長過程では全く感じず、あ花輪もいやベースうまいなぐらいな、うん、むしろすごいタイトな演奏してるなっていう、つまりは、つまりは
ギャオ。どういうことですか、ね、お笑いの真髄の話を聞きたいので。いやもう分かんないです、むずい。ずっと外側ばっかり。ここのお笑いむずいです。ラフスパのこのどこでもラジオのお笑いむずいです。あの真髄が聞きたいね。うん、なんでずっと外側ばっかり話すから。じゃなくてもうこれが、お笑いのここがもうどっさらくなのよっていうのをさ、できれば聞きたいんだけど、まあ、あの人こんな感じで、いやでもこっちはこれで、でもそんなに俺好きじゃないよ、えでも嫌いでもないです。え、ちょっと待ってください、見本見せてもらっていいですか。何見本って。そのお笑いの真髄って何ですか、じゃあ直人さん。何おい、えお笑いの真髄って何ですか。いや聞いたんだけど聞かれたから聞き返したのにまた聞く。もちろん持ってきたトークテーマだから。お笑いはまあ真髄というか、お笑いとは、うん、ロビーにとってお笑いとはでいいと思うよ、うん、ああなんか誰かなんとかじゃないから。僕が持ってきたんだっけこれ。そうそもそも、うん、もともとはだから持ってきたっていうかさ、俺らがね、あの5分の会話で、うん、はい、お笑いみたいなことをね、うん、俺らがっていうとあれだけど、ほぼ俺よりがやってるから、うん、なんかそれを話せたら面白いんじゃないですかねみたいなことを言ってたわけじゃん。うん、そうですね。なんかもうちょっとこっちに話振ってくるのかなと思ったら、なんか大阪でデートを楽しそうにしてる時にちょっとお笑い見える地域だったからお笑い行ったんすよねって、なんかちょっと音楽性出してきてさ。音楽性出てないでしょ全くメロディーもハーモニーもリズムもねえだろこの会話。音楽やってる人のかっこいいとこちょっと出てきてさ。ないなんかすごい、なんかお笑い なんですか、お笑いのなんかごめんね、真髄っていうその表現とタイトルがよろしくなかったんだけど、うん、おいや僕はマジでこっからひっくり返すんですけど、こっからひっくり返す、このテーマになると思ってなかったですね。そうだね、ついさっきまで、うん、だって全然違う超真面目な話してたじゃないですか。そうよ、5分前、うん、開始5分前の、うん、僕あれで来ると本当に思ってたから、うん、びっくりそれは、ね、今のタイミングじゃないね、言うの。そうなんですね。いやだからもうあと5分ぐらいで何がひっくり返ってるかも分かんない。だから世界平和とか言ったんですよさっき。そのトークテーマがあったから、ね、頭に残ってて、うん、まあ、お笑いって最終的には平和だよなと思って。でも本当のトークテーマは世界平和じゃないから。ああそうですよね。そうだよね。なんかいろいろちょっとテンパっちゃってるかもしれないね、うんうん。やっぱね、アブリル・ラビンの裏でフルボッコにされてたっていうラインの件がね、いやそれがやっぱりまだ傷ついてた。ラインの話はね、本当にね引きずりすぎですね。テーマなんですよ、僕の最近のライフテーマだから、うん、これ。いや、ジョブテーマという。だからそこはもう、うん、あの放送終わったらどっぷり話します。いやもう帰るんだよな、そこはもう今日はもうどっぷり話すんで、そうなったら、あの体調不良になってきたから。結局なんかなんだろうね、やっぱ、まあ、ここから本当に真面目なねお話をする、まあ俺の中では真面目な話をするけど、うん、なんかお笑いってなんだろうねみたいのが今もうさ、うん、いろんなメディアで騒がれてると思うのよ俺は、うんうんうん、なんかいろんな形のねお笑いがあるから、うん、これは例えばぺこぱだったらさ、優しいお笑いっていうジャンルがあったりとかさ、うんうんうん、なんかそれこそ飛び道具とかいろいろあんだけど、俺はなんか全部の中に混じってて面白い売れてる芸人さんってやっぱりベタできると思うんだよね、うん、全部、うん、そのベタをどこで出すか出さないかとか、どこに芯持ってるかの違いで、うん、着てる服が違うだけで、うん、みんなやりたいことのベタ基礎を持ってるんだけど、なんかこう我々目指す人、まあ俺らもそうだったけど、面白いことやりたいっていう人は出た基礎ないのに、うんうん、飛び道具をやろうとするから滑るっていうのが、そういう話か。俺はお笑いの真髄として嫌だな。はいはいはい、それで言ったらね、そう話まとめていいですか、あと3分まとまる、まとまる、まとまる、マジでまとまる。なんなら告知も入れたい、告知も入れたかった今日。告知してだから、うん、あれですよ、ボケじゃなくて、うん、音楽にもプロレスにも通じてるんですよ、それ。お笑いの今直人さんが言った、うん、なんだろう、かっこいいと思う人が影響を受けたかっこいいものまでいかないと、そうだね、そう一回ね、じゃないとアレンジになっちゃうんですよね、うん、全部入れていかないよね、うん、大丈夫、告知もした方がいいんじゃないですか。だから本当にプロレスでね、今日ちょうどあのネットで佐山悟っていう初代タイガーマスクの人のね、うん、インタビューを読んでたんですけども、全く同じようなことを言ってまして、おう、うん、まあ、猪木さんとかも
ね、亡くなっちゃいましたけどもついに、そう、ね、アントニオ猪木がやってきたこととかも基本トリッキーなことだけど、うん、あれは基礎ができてるから、うん、その上で人を楽しませるっていうエンターテインメントに振り切った興行を打ってったから、うん、だけど試合やったら手首一つ取るだけでも実力があるから盛り上がるっていう、うんやっぱり告知は基礎が大事なんですよ。基礎が大事で、あさって20日ですね、1月20日金曜日にスパイスっていうところでね、うん、ペピンズというバンドでライブがありまして、でさらに翌週の1月27日金曜日に、はい、アニマというところでライブがありまして、まあ、とりあえず2本、いや 2月4日もあるんですけど、うん、来月の話はまだしないでおいて、うん、時間がないので、なぜか。そうね。いや、なんかね、あの、謎のまとめをするって言ってね、アントニオ猪木の話を出したからですよ。いや、僕もちょっとアントニオ出てきた時に、ちょっとアントニオって思ったよね。これ、なげえな、アントニオって。なぜ出したの、出ちゃった。告知をしなさい。はい、弓引きな、あ、まあ、そうです。ね、なので、SNS に載ってるので、はい、画像も載ってるので、来ていただきました。よければ。どうもありがとうございました。画像をしっかり見て、どうしてここで被ってくるんだ。希望があれば DM をくれればと思いますので、よろしくお願いします。さあ終わりましょう。はい、皆様いかがでしたでしょうか。この番組はフィクションでございます。はい、長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週、さよなら。ラフスパイスのどこでもラジオ。